はい、朝市は木の浜の4メーターレンジに来ております。4メーターのウィードエッジですね。寒波によって、水温も、一気に 3,4 度下がって、バスは一気にね、シャローレンジからバスがスッと消えたんですけど、シャローに50アップぐらいのちょっと大きい個体が残ってる傾向があるのと、この4メーターのボディーウォーターラインというか、こうウィードエッジですよね、濁りが入ったウィードエッジで、巻物で反応が、大型のバスが反応が出だしたりとか、そんな、状況になっています。はい、これ地獄の絵ね。あの着水地点にウィードが切れ目があったの図です。連日の冷え込みと、暴風により切れ目が大量発生いたしまして、全くもってルアーが引けません。太陽が結構ね、日が差してきたので、水温がどんどん上がってくるタイミングで、このシャローエリア、はい、キアントの中からもう最初攻めようかなと思ったんですけど、このなんていうんですかね、北山田の門、水門の前のこのエリアっていうのはエビモがいっぱい生えてて、そのエビモのキアに大きいバスがついていることっていうのが、この10月末とか11月の頭によくあるので、これロビンブレードでチャターで探っていきたいと思います。これたまに滑るんですよ、橋脚。落ちた、滑った、橋脚におった。橋脚で釣れるんですよ、シーバスみたいでしょ。たまに釣れるんですよ、この橋脚って言って、その玉が起きたよみたいな。はい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 、橋脚におった。やった、めっちゃ嬉しい。シーバースフィッシング名古屋港の橋脚。よっしゃー、よっしゃー、嬉しい。たまらん。キャントの中に入ってきて、これ広大なね、フラットなんです。だいたいここで 1.2 メーター、深いところでも 1.8 メーターぐらいのフラットです。そこを効率よく、ところどころカナダモのパッチがあるんで、しかも水面ピチャ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 ね、こんな寒い時期でもベイト跳ねたり鯉が跳ねたりしてるんで、このバイブレーション X ウルトラね、このウルトラで広範囲を探っていって、でシャローのベジテーション周りを、チャターベイトで探っていきたいと思います。はい、キアントの中、ドシャローをですね、バイブレーションとチャターベイトとスピナーベイトで攻めて、今のところまたこれノーバイト。やっぱ秋って結構ね、ハマれば釣れるんですけど、なかなかハマらんと釣れない、そんな感じです。で、今はシンクサス川の中に入って、この枯れた岸物のこの隙間をチャターベイトでガンガン流して、シャローに残ってるでっかいバスを狙っていってる最中です。あっさ、そこをもう捨てるっすわ、いけない。
よっしゃ、はい、バイバイ、はい、まあ、定番の一文字流しでアイバイアイシャット TX で、まあ、体が冬っぽい冷たいバスが釣れました。はい、おっしゃ、なになに、あ、結構いい、あ、よう似たサイズか。一文字で2本目ね、これ抜いちゃいましょう。 OK、 はい、2投連続サイズアップ。いやー、いいね、いいね、いいね、秋の巻物。はい、寒波もな、今回寒かったやろね、あったかい日になったら反応が出だしたりします。はい、2本目、北山田の一文字の内側ですね。カナダモが、足元にまだモコモコ残ってて、水深で言ったら 1.2m、そのモコモコの中にバスがいて、普段のガイドでもチャターでドーンってこうゴジアップが釣れたりするエリアです。それを今ちょっとシャローカーにね、先行者の方がいらっしゃったんで、僕らは最初バイブレーション X ウルトラでこの大きめの残ったカナダモの上を高速引きでガンガン巻いてリアクションで狙っていって、その後はシャロー側、ロビンブレード、チャターベイトで、流してリアクションバイトででかいのを狙っていこうと思います。おっしゃ、来た、来たでーす。でかいでかい、でかいよ、でかいよ、でかー、おっしゃ、おっしゃ、あーし、あーちょっと、あー、ありがとうございます、ありがとうです、あり、はい、シャローをこだわって巻いてね、バックリ食いましたね、バイブレーション X ウルトラ。あ、なんこのシャローのゴジアップ、あ、嬉しい。あ、やっぱね、次は最高ですよ、めちゃくちゃ面白い、ありがとう食ってくれて。怖かったよ、マイブレーション X がそう言うてます。知らんけど。ディープ X300、 まあね、釣るコツはめちゃめちゃ簡単、とにかくオラーって飛ばすのが300でバスを釣るコツ。なるべく 4m レンジをキープする、ローギアでもノーマルギアでも、まあ、正直何でもいいです。その人が一日リズムよくずっと巻き続けるのが全てなんで、めちゃめちゃ早く巻いて釣る人、ゆっくり巻く人でも釣れます。いろんな人の意見があるかもしれないですけど、ゆっくり巻いても早く巻いても別にそんな超過変わらんと思ってます。難航はっきり言ってどこで 4m DPX300 が火を吹くかっていうのはその時次第なので、濁りと、ベイトを探す、忍耐力で巻き切るっていうのが DPX300 で釣るコツです。よし、これやったら抜けるな、あー1本しかかかってないわ、ええか、よっし、秋っぽい、いい健康体のバスですね、ありがとう。